吉谷さん、最近ね、私ね、このドラッグストアの割引コーナーにある菓子パンを大量に買ってきて2割引って書いてるでしょ。これをなんか食べる動画を連発してるんですよ。というのがね、去年の今頃ウグイスパンを食べる動画ってのをまあ出して、でそっからね、ウグイスパンを食べてる動画を見た人が速稼塾に入って自分もウグイスパン食べたみたいな動画を出してるんですよ。なかなかユニークですよね。で、だからってわけじゃないんですけども、まあネタがないとか言ってる人にね、これだって別にネタでしょうということで、こう食べるわけですよ。ほんとつまんない動画ですよ。こうやって開けてね、これできるでしょ、大丈夫。飯食ってるでしょ。なんかネタがない、ネタがないってね、パン食ってるだけでもうこれなんか20アクセスぐらいあると思いますよ、これで。じゃあこのパン食ってるだけのを1万個動画上げたら20万アクセスってことですよ。なかなか2割引きでも味は2割引きになってないな。なんかね、この2割引きのパンをガサッと買うの好きなんですよ。今回40本ぐらい買ってきて、でほぼ冷凍してるんですよ。で食べたいなと思う前日20時間ぐらい前に冷蔵庫に1本とか2本移しといて、で食べるというね、答えられませんね。でこういう動画を上げてたら、菓子パンばっかり食べて体に悪くなりますよとか言ってつら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 書いてくる人いるんですよ。本当に丁寧にご苦労様でございますということでございますけどもね、健康に、そうですね、健康だけが目的じゃないんでね、もしね、菓子パンを食べるのが体に悪いっていうふうに思うんだったら、喫煙者、お酒を飲んでる人、みんなに言ってください。あとストレス抱えた仕事をやってる人、睡眠時間が少ない人、運動してない人、そういえば吉谷さん筋トレやってます？なんか動画全然上がってこないですけども。ということでね、健康に悪いってこれだけ切り取ってみるからそうでしょうけど、24時間のうちに菓子パン1個ですよ。でこれで健康壊れるんだったら、じゃあその他のね、私のね、筋トレなりね、自炊なり、何だったんだってことになっちゃいますよね。このパン1個で全部台無しになるような、そんなねことだったら、まあそれでもいいですよ。だって美味しいし楽しいもん。菓子パンうまいな、大好き。絶対やめないぜ俺は、この菓子パン食べるの。タバコも酒もやらないけど、うまい、うまい。いってらっしゃい。